こんにちは。生物基礎第2章、遺伝子とその働き、その第2回目です。遺伝情報と DNA、 今回は遺伝情報を担う物質 DNA の構造です。遺伝子はメンデルが発見した遺伝の規則性から仮定され、その後の研究によってDNA という物質にたどり着きました。それは細胞学の進展による染色体の行動、そして物質を扱う化学の発展によって明らかになったのです。DNA を構成する成分はヌクレオチドと呼ばれます。ヌクレオチドは糖と塩基とリン酸が結合したものです。シャルガフは ATCG と4種類ある塩基の割合には法則性があると気づいていました。ウィルキンスらは物理化学的アプローチからDNA が2本で螺旋構造であることを解明しています。シャルガフから4種の塩基の割合について、ウィルキンスらから2本で螺旋構造という知見を得たワトソンとクリックが発表したモデルが二重螺旋構造です。1952年にシャルガフから、そしてウィルキンスからの知見をもとに、ワトソンとクリックがモデルを発表したのは翌年の1953年です。二重螺旋構造は2本のヌクレオチド差が互いの塩基を内側にして平行に並び、 A と T、 G と C が特異的に結合して螺旋状になっています。少し詳しく説明します。 DNA はヌクレオチドが多数結合した高分子化合物です。 DNA を構成するヌクレオチドの糖はデオキシリボースで、塩基はアデニン、チミン、グアニン、シトシンの4種類あります。塩基の異なる4種類のヌクレオチドが多数つながった鎖状の分子が2本向かい合って螺旋構造をしています。弱い塩基の結合は相補的に相手が決まっています。ワトソンとクリックは全ての知見を矛盾なく説明できるモデルとして二重螺旋構造を発表したのです。